攻略したやつは強戦士とかもいらねえわ。ふざけんじゃねえぞこいつ、騙されたわ。で魔法使いもいらない。盗賊、あ、大盗賊なもちょっと騙、あれしとこう、置いとこう。で魔法使いいらない。だいぶスッキリした。盗賊いらねえって。神官もいらねえと思うんだけどな。剣術もいらんやった気がするけど確か。で強戦士いらんやろ。盗賊、うん、まあ一旦これでいいや。で成長版でドラゴン斬りとか強化できるから、まだこれ置いとこう。乱れ斬りとかね。で次こ拳、これ最大レベルなんだろう。これもいらねえよ。そういうことね。なんか何でもかんでも能力があればいいと思っとったけど勘違いだったみたいだな。なんかあまり最大レベルのものを使っても意味がないっていうことは分かった。で剣術だっけ今のやつね。もうこいつは剣術いらないから外せ。短剣術使っても意味ないから、あ、初級これどうなんだ。最大レベルいらないな。そしたらすし子がそう考えるとあんまりないのか。もう剣聖って何なんだって。これ戦士なんだよな。いやちょっとすし子は置いとこう。でハンドエイジ、これもう使わないもんな。普通に 剣術だよな。戦士と変わんねえんだもんな今こいつも。ちょっと後で見てみよう。戦闘の時に見てみようかな。ダブルスイング、なんとダブルスイングで連続魔力弾。この2つちょっと見てみよう。よし、さて進むか。勇者がな、回復のやつを意外と持ってるっていうね。これ上行けねえの。行けないね。どっかの、あ、ここか。これで登れるのか。エーテル、エーテルってなんか有機化合物を思い出すんだけど、化学の。何に使うかよく覚えてねえけど。連続、あ、見るの忘れた今。下田、あ、もうそう来る。ブリザードだな。ブリザードの威力が200か。よし、あともう袋叩き。意外と戦士のやつとかはつけても使えるものがあるのかな。成長版あんま気にしてなかったけど、ちょっと待って。矢部くんの成長版に今あるのが乱れ斬り、三段斬り。乱れ斬りがあるかどうかをちょっと見てみようかな。剣術中級、乱れ斬りがなかったらあんまりこれをつける意味もねえんだよな。足が速えねえ。でスキル、あ、あるね、ちゃんと。じゃあこれ乱れ斬りとか連続斬りとかの剣術中級か、このあたりをしっかり覚えさせて、で戦わせて威力を上げてればまあよしってことか。でそのうちこのあたりの騎士とか、騎士だっけ、兵士を鍛えた後はこれが手に入ったらだいぶ良くなるってことだな。瞬殺、ディザートガーゴ、あれが一番あれなんだな、厄介なんだな。デザートガーゴ、英語でディザートとデザートって、あのご飯、あのご飯食べる方のデザートみたいな、あれの発音で変わるから気をつけなさいよっていう、まあ、有名なね、ありますよね、典型問題みたいな。シールドブレイク、さあやってみせよう。うん、あんま意味なかったな。てか多分これブリザード、あ、後ろガーゴがいるからあいつは多少耐えるのか。威力低いよなこの辺りとか。あ、でも敵3回与えるから強いのか。めちゃ強じゃん、合計120くらい食らってるぜ今のね。でこれあの破壊の位置で、これ魔力波とか、魔力波って誰のあれなんだろう。もうあれ捨てすぎて分かんなくなったな。成長版むやみやたらに捨てたせいで破壊の一撃とか、なんすかそれって。剣術初級、これ何なの。これが連続斬りか。じゃこいつを身につけさせればいいわけだな、あいつに。すし子またあれ手に入ってたわ。剣術また手に入ってたわ。光魔法取得、光魔法か。僧侶とかつけたらいいことあんのかな。でも光魔法って持ってるよな一応。ブサイク、やべ、ちょっとなんか考えるのもまた面白いっていうね。ちょっと何にもよく分かってなかったからあれしてたけどね。これ取れない後ろで、これ連続斬り全体にランダムで4回ダメージ与えるら結構強そうに見えるけど、ズス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 、あー、なんかあんまり強くなかったな。1体だったらランダムもクソもねえから、てかこの手前のこいつが強すぎんじゃねえの。なんかとても強そうですけど、ふん、体当たりね。
でもあのレベルが上がってライフが高くなりすぎたせいでもうあれだよな。あ、出た、またこれ。とりあえず突っ込むか適当に。よし、一発で抜けた。一発で抜けたけどね、宝箱のとこ行きてえのよ俺は。どこから行ったっけね、多分一番右だ。どうしようかな。後ろ、あ、背後取ってるね、素晴らしい。じゃあちょっとこの一番あのディフェンスのあるデザートカーゴをね、あのダメージ与えてバキッといっちゃうっていう。マジで強い、マジで強いっすよあなた。